抜けてて、かなり頼りないけど、一応将来多分きっと立派な陰陽師になる正弘がパパッとやっつけることになってるから、観念しろ。ちょっと待て、もっくん、今の言い草はかなりひどくないか。間違ってはないだろう。しっかりしてくれよ。分かってる。オンアビラウンキャンシャラクタン、ナウマクサンマンダバザラダン、センダマカラシャラソーダヤン、アタカンマン、金星仕立てまくり、降臨初心初心人、バッキー副座、百鬼少女、キュウキュウジョリスよ。終わった。ちょっとは腕を上げたようだな。さすがは阿部の生命の孫だ。これでやっと屋敷に帰ってゆっくり休める。あー疲れた。何が疲れただよ、もっくんは何もしてないじゃんか。お、そういうこと言う。半人前のお前のことが心配でついてきてやったのに。ああ、あの小さくて可愛い正弘はもういないんだな。小さくて可愛い？俺は今13歳で、お前と初めて会ったのが一月前だろ。あ、なんだ。あれが希代の陰陽師、阿部の生命のお孫殿ですよ。ほう、で、何故このようなところに。何でも、阿部の家に生まれながら剣気の才がないそうで。では、怨霊や妖怪を見定めることもできぬというわけか。その通り、どうも書の道を目指すことにしたようですが。書の道も才能なしか。いってえな。喋った。見せもんじゃねえぞ。あれ、なんで俺もののけが見えるんだ。もしかして俺、剣気の才が戻ったのか。小さい頃には確かにあった剣気の才が。あ、じゃあこっちや、あっちや、そっちのもののけは見えるのか。いるのか。いっぱいいるぞ。やっぱそうか。あ、じゃあなんでお前だけ見えるんだよ。
それは俺がものすごく長生きでものすごく偉いから。だからお前みたいなやつにも俺の姿が見えるのだよ。ちゅお前あの生命の孫じゃないのか。いつだったか生命と歩いてたのお前だろう。でこんなところで何してるんだ生命の孫。孫って言うな。俺は正弘だ。阿部の正弘。爺様が偉いからってそれがどうした。何か悩み事があるなら聞いてやるぞ。生命の孫の正弘や。もういい。これか、書き物の道具だな。陰陽の道を諦めて書の道を目指そうとしたがそれもままならなかったって顔だ。字が下手だって気にするな気にするな。それとも他の才能もなしって言われたか。図星、いろいろお気遣いありがとうございました。もののけさん、ああ聞いてらんねえな。お前どうやって入ってきた。ん、門から。そうじゃなくて、うちにはじいさまの結界が張ってあるんだぞ。もののけやあやかしは絶対に入ってこられないはずだ。でも入ってこられた。も、うん、何すんだよ。じいさまや父上に見つからないうちにさっさと帰るんだ。おい雨降ってるんだぞ。お前は毎日毎日よく俺んとこに来るね。なんだ気づいてたのか。お前こそ毎日毎日諦めずに頑張るね。今日は笛か。どうだったかは聞かないでくれ。なんじゃこれは。姫様、はようせ。化け物か。うわっ、これ妖怪か何かだろう。なんとかしなきゃ。ちょっと待て。その意気込みだけは買ってやる。でもな、見えてないからそんなこと言えるんだぞ。どんなあやかしが見えるんだ。とんでもないやつだぞ。あのでかい牛をバクッと一口で言ったんだ。一口でも行かなきゃ。長い生命ならまだしも、お前が太刀打ちできる相手じゃない。わらわの車はどこじゃ。姫様、お気を確かに。わらわの車は。父上、ただいま戻りました。ああ、お帰り。入りなさい。どうだったかな。横笛の師匠は何と。いつでも遊びにおいでなさいだそうです。そうか、遊びにか。他に何か変わったことは。ああ、特に何も。そうかな。はい、何も。ならよいが、父上から文を預かった。お前宛てだ。文ですか、爺様から。一緒に住んでるのに。うん。読んだ方がいいんでしょ。もちろんだ。義政から話は聞いている。正弘よ、陰陽師にはなりたくないとは一体どういうことなのか。爺様はとてもとても悲しいぞ。思えばお前は物心つく前からじいさまじいさまとわしの後をついて回っていたな。だからどうした。その頃のお前の方が世の中のいろんなものが見えていたのではないか。だからこそお前にはこの阿部の生命の持ちうる術のすべてを教えたのだ。というわけでわしの代わりに一つ仕事をやってみろ。はあ。どうも異形の者が都を徘徊しているらしくてな。民が震え上がっておる。
ここまで騒ぎになっているのだ。人々の気持ちを思うとわしも胸が痛む。だから正弘、ちょっと行って退治てこい。ちょっと行って退治てこいか。なんかお使いにでも行ってこいって感じだな。お前また来たの。知らないよ、お前みたいなもののけ。父上に見つかったら簡単に払われちゃうんだから。お前な、そろそろ俺のことをもののけ呼ばわりするのやめろよ。そもそももののけってのは人にたたる死霊のことなんだぞ。生命の孫がそんな間違いしてたら笑われるぞ。じゃああやかし。間違っちゃいないが随分味気ないぞそれ。じゃあ異形でいいだろ。ちょっとは真面目に考えろよ。そこまで文句を言うなら名を名乗れちゃんと。そしたらそれを呼んでやる。それはダメだな。勝手にしろ。名前ってのはちゃんと意味のあるものだ。不用意に名乗ってはいけない。そんなことも知らないのかよ、孫のくせに。だったらお前なんかもののけのもっくんだ。決定。なんだそれは。俺にはもっと綺麗でみやびやかな名前があるんだぞ。もっくんってのは待て、それはあんまりだ。もっくんもっくん、もののけのもっくん、決まり。おい、で、お前は直番出して本なんかを読んでるってことは、生命の言うことに従って妖怪退治をやるのか。だってできませんなんて言ってみろよ。そうか、やはり修行が足りんか。ならばわしの教えのもとまた一から修行せねばならんな、とか言い出すに決まってる。そんなじいさまの思惑通りになってたまるか。必ず退治でやるからな。見えないのにか。そうだ、見えなくてもだ。元気の才がなけりゃ長服もままならないし、自分の身に危険が迫ってもわからないぞ。それでもいい、やるだけやる。お前、俺の目にならない？いくらなんでもあやかしに剣気の代理を頼むなんて前代未聞だよな。いいの。なあ、最近都を徘徊してるあやかしってのはこないだのやつのことなんだろう。多分ね。三条王子で牛車を襲って牛をガブッといったあれ。この辺りにいる？いや、まだ何も感じない。お前、生命には陰陽の術やら何やらちゃんと教わってきたんだろう。ああ、全部一応頭に入ってる。でも使ったことは一度もない。だろうな。そんなお前に任せる初めてのお使いがこれか。だろう。普通もっと簡単なところから始めるもんだよな。肩が重いって言ってる人を見てやったり、何か取り付いてるようだったら払ってやったり、そういうもんだろ、うん、初めての仕事って、うんうん、感じるか。この間のやつだ。こっちだぞ、うん、ああそうだと思った。とりあえず逃げる。あ、この妖怪土の中泳いでる。こっち。行ったか。いや、まだ来る。止まれ。そっか。よし、戻れ。足に妖怪の舌だ。妖怪の舌がお前の足に巻きついてる。うそ。引きずられるな、こらえろ。これこのまま引っ張られたらどうなるの。この妖怪が大口開けて待ってる。食われてたまるか。やってみる。なおまく三万だバザラダンカン。今のは
ちに何とかして逃げろ。食い止めてくれてるのか、そのあやかしを。見えるのか。それぐらいわかる。見えなくたってこれがこいつの口。俺がここを離れたらお前が餌食になる。それにお前の力じゃ。力だったらもっくんより。ここでお前に死なれたら俺が困るんだ。通りすがりのもののけがなんで俺のために。いいから、お前は逃げることだけ考えろ。そんなことできるか。なんとかしてやる。もののけ一匹救えなくてどうしてじいさまを超えられる。このままじゃもっくんが食われちゃう。お前見えてきてるんじゃないのか。そんなこともうどうでもいい。二人でここから抜け出せなきゃ意味がない。見えたんだったらこんな化け物に太刀打ちできないって分かったろ。早く逃げろ。お前を犠牲にして助かったってちっとも嬉しくなんかない。俺が目指すのは誰も犠牲にしない最高の陰陽師だ。その言葉もらった。モック、モックじゃない。いいか、マサヒロ、お前に俺の名を教えてやる。ただ一人を除いては他の誰にも呼ばせなかった。その名前を。お前がそれを呼ぶことを許そう。こんな時に名前なんかいいから。マサヒロ、いいから呼ぶんだ。いいか、俺の名はグレン。グレナイのハスター。グレン。そうだ、呼べんだ。モックン、グレン。これ、あ、早かしは、モックを助けなきゃ。おいおい、しっかりしてくれよ、生命の孫。あ、まさか、モック。グレンだ。物覚えの悪いやつだな。やっぱモック。よかった、生きてたんだ。そうか、貴様はどうだ。どうだ。マサヒロ、お前が今やらなければならないことは何だ。あいつの調伏だ。小坂中。望めるつわもの、戦うもの、みな陣破れて前にあり。疲れた。あ、通った。さっきのあやかし、通だって呼んでたよね。そうだったか。あ、五行大義や陸人直番にある塔だ。じゃあ、爺様の式神。でも、なんでグレンなんて名乗るんだ。塔だだろ。グレンだ。生命がくれた名でな。気に入っている。爺様が…そうだ、さっき全部思い出したんだ。俺の剣気の際は爺様が封印してたんだって。見えすぎるのはいかんとか何とか言って俺の力を封じたんだ。お前が本当に必要な時が来たらちゃんと見えるようになる。まあ、努力が大事ってことだな。もっくん。もっくん言うな。生命の孫。孫言うな、うん、その姿の時はもっくんだ。それはダメだ。もっくんはよせ。あ、鳥？何これ。式踏みってやつだな。
そうかそうか、見えるようになったか。だがあれくらい一人で払えるようにならんとな。バイセイメイ。バイセイメイ、つまりだ、爺様は一部始終を見てたってわけだ。俺を困らせて楽しんでるとしか思えないね。まあそう言うなってけど、今回は爺様に大威張りで話せるぞ。俺の力も借りずに一人であの大ドクロを退治たもんな。ああ、おお、あの大ドクロを見事退治しよったか。だが一人で払ったにせよ、あばらや倒壊はいかんな。あの、たぬきじじい！第2話、大間が時に代理の湯。